日本のいいとこまだまだあります。日本全国ローカル線気まぐれ旅、足の向くまま気の向くまま、そこには美しい風景と人のぬくもりが溢れています。始発駅から終着駅までガイドブックに載っていない名所探し、とびきりいいとこは地元の人が知っている、ならば聞き込み、いざ出発進行。今回の旅の舞台は群馬県と栃木県を結ぶ渡良瀬渓谷鉄道。鮮やかな緑のトンネルを抜けると現れるのは清流渡良瀬川。沿線には日本の近代化を支えた足尾銅山も。初めて降りる駅から足を伸ばせば日本のいいとこ新発見再発見。ぜひここに来たら見といてほしいっていう何かありませんか？ああ、私らは聞き込みで出会ったのは、この中で列車のレストラン。中途半端になっちゃったんですね。不思議なお地蔵さんも。すげえ、何これ。ゴージャスなお宿に大満足。ご褒美があるといいね。しかし、すごいすごい、みんな呼んでこよう。いやいやいや、呼ばなくて呼ばなくて。俺のカメラも持ってて。俺のカメラじゃなくてさ、絶対間に合わないと思うんだけど。全然咲いてない。すげえ。こっちかな。左ですね。旅はドタバタの珍道中。予定は白紙、行き当たりばったりの一泊二日。これからが見頃の紅葉情報も満載。それでは参りましょう。聞き込み、ローカル線気まぐれ下車の旅。旅の始まりは群馬県桐生市。ここに渡良瀬渓谷鉄道の始発駅、桐生駅はあります。旅人はこの2人。いや、天気いいですね。最高だよ今日。はい、今年晴れ男だもん。今年晴れ男ってそういうことですか？雨一回もないのよ今年だけ。あのね、厄年の時はずっと雨だったの。あら、じゃあ今日はもう間違いなく。あ、今日暑いよ。暑いですか？暑いよ。もう絶対こんなのね、脱いじゃうよ。あ、脱ぎ着できるようにしてきましたんで。本当？大丈夫？はい、ジャイアンツで活躍した元プロ野球選手本木大輔さん初参戦。女優タレントとして活躍するエレナさんは2度目の挑戦です。これ何？在来線？新幹線？渡良瀬渓谷鉄道。よく知ってるね。に乗るんですよ。勉強してきてんね。本木さん、それも知らなかったですか？知らないよ。どこだ？どこで切符買うの？あ、あっちですね。あっち？桐生駅は渡良瀬渓谷鉄道と JR の共用駅。切符は JR の券売機で購入できます。2人が買ったのは便利な1日乗り降り自由の切符。これで全部でっけえ切符だね。じゃあ行きますか。はい。1番線ですね。いざ渡良瀬渓谷鉄道のホームへ。あ、来てる。これもう、これわ、かわいい。これ、わ、一両しかないですよ。何これ。鉱石輸送のための足尾鉄道として明治44年に開業。平成元年、渡良瀬渓谷鉄道に引き継がれ、今では絶景列車として人気です。春は花桃、秋は紅葉、これからが真っ盛り。動くんですか？すごーい。すげえ。お姉さんが運転するの？いい。私は切符とか。こちらはアテンダントさん。車内で切符の販売や沿線の観光案内などをしてくれます。おはようございます。どこで降ります次？基本こういう二重丸のとこが大きいんで多分。本木さん正解です。全17駅中二重丸のついた5駅が有人駅。次の駅は無人ですよ。なんていうの？わかんない。下仁田。下仁田。下仁田じゃないと思います。下新た。お姉さん、はい、次の駅なんていうんですか？下神殿です。下神殿。全然違う。この次は何ですか？相生です。相生。結構難しいですね、読みがね。どうします？どっちかで一回降りましょう。降りようか。
とりあえず次の駅で降りよう。はい、じゃあ一個だけ下神殿。最初に下車する駅にと選んだのはあえて無人の下神殿駅。さあ旅のスタート。出発しましたね。ね。群馬県と栃木県を結ぶ渡良瀬渓谷鉄道は全17駅、路線距離 44.1 キロ、渡良瀬川に沿って走る絶景ローカル線。旅の目的は地元の人に聞き込みし、10の名所のオリジナルガイドマップを作ること。手助けは時刻表と地図のみ。列車の本数が少ないので乗り遅れにはご注意を。始発の桐生駅を出発して2分、列車は早速渡良瀬川を渡ります。ちょっと田んぼなんかもあって、急になんか結構自然出てきましたよ。桐生の街並みを抜けると無人の下神殿駅に到着。どんなところなのでしょうか。早く、すいません、早く早く、お騒がせしました。ありがとうございました。おあ、いや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 、ちっちゃい駅、ここまずいって。無人ですね。下りだから10時11分でしょ。11時10分っていうことは、あと1時間行こう。え、じゃあ元木さん、ちょっと時間管理してもらっていいですか。あ、俺時間はすごいよ。え、すごいですか、うん、ジャイアンツタイムなんですでルーキーの頃に9時から練習で8時50分ぐらいに行ったら次の日一面ですよ、元木遅刻って。え、間に合ってんだよ。10分前に行ってるのに、うん、ジャイアンツタイム遅刻知らねえし、そんなのと思って。いや厳しい。次の駅まで歩くってどう。そっちの方に向かいながら、そう、名所を探すの。なるほど。お隣相生駅まで歩いて向かい、途中で名所登録できればまさに一石二鳥。ここ何、お寺ですかね。お寺だ。結構立派ですね。誰かいたら名所伺えますしね。そう。あ、すいません、すいません、おはようございます。あの、私たち BS ジャパンの番組で、はい、あのローカル線気まぐれ下車の旅っていう番組のロケをしてまして、はい、あの何かこうおすすめの絶景スポットとか、はい、食べ物が美味しいところとか、はい、何かお母さんのおすすめの場所ありませんか。食べ物が美味しいって言うとね、うん、あります。あの、そこの通りかな、なんかうどんの幅の広い、名前わかりますか。ね、あそこは何つったっけな、そういう目時間があるから、はい、そこをあれすると行けばいいですね。そうです、わかりました。じゃあちょっと行ってみます。そうですね、はい、ありがとうございます。どうも。もう食べちゃいます。でもそうなんだよ、俺時間見ね、10時でうどん屋まず開いてないんじゃないかなと思ったんだよ俺。でも近いって言ってましたから、とりあえず少し行ってみますか。あ、おはようございます。ええ、ちょっと今お時間よろしいですか。はい、あの BS ジャパンのローカル線気まぐれ下車の旅っていう番組のロケをしてて、渡良瀬鉄道、渡良瀬渓谷鉄道 の、あの駅の近くの名所を探してるんですけれども、何かこうおすすめのスポットってありますか。あ、元木さん今頃遅いよ。全然見てなかった。元木さんですよ。この辺の、この辺の近くで、相生の松とか。相生の松、あ、次の駅だ。ええ、松って何ですか。あ、松です。普通の松、ええ、あの一本こうなんか、ええ、有名な松の木があるんですか。この辺なのと思うんですけど、ね、あ、ここずっとまあまあ行けば、相生の方に向かって行けば、今こっちで桐生でしょ、はい、で、あの緑市の大間々の方に行くと、はい、結構いい
眺めとか、うん、そういった、ね、今結構みんな集まって、景色を今菊のとかなんか菊、眺めのところにありますけどね。菊が今ちょうど時期ですか？時期になると思うんですけどね。菊の名所があるという大間間駅は3つ先、覚えておきましょう。どうも、いやいや、ありがとうございます。頑張ってください。どうも、なんかいっぱいありますね、大間間駅は絶対。大間間駅が何個、たくさんいただいた聞き込み情報、まずはうどん屋さんですね。あった、明治館。あ、明治館あった。目印の明治館を発見。重要文化財。本当だ。ちょっとせっかくだから写真撮っとこう。桐生明治館は明治初期に西洋建築を模して建てられた衛生所兼医学校で、肝心のうどん屋さんはどこでしょう？ちょっと伺ってもいいですか？あれ？あれ？はい。あれって誰？あ、ほら出てこねえじゃん。ほら、え、そう、ジャイアンツの出てこねえじゃん。出てこねえじゃない、いい男だな。いや、誰か分かってないじゃん。いい男さん、わー、すごいすごい、みんな呼んでこよう。いやいやいや、呼ばなくていい、呼ばなくていい。呼んでくるよ。大人気。俺のカメラも持ってきて。俺のカメラじゃなくてさ、あの、この近くにすごい有名なうどん屋さんがあるって伺ったんですけど。 あります。どこですか？ここから200メートル先、左側なんだけど、古川って。古川、あの麺が太い。そうそうそう、うん、いや、もう大人っていいよ。あの、今 BS ジャパンのローカル線気まぐれ下車の旅っていう番組なんですけど。なるほどね、はい、なるほど。なんかムービー来たんですけど、誰だか分かりますか？いや、お父さん分かってなかったじゃん。こんなにね、すごい人に行き合ったの初めてなんです。そうそうそう、本当だよ。涙が出ちゃいそう。待って、分かりました。すいません。元木さんも思わず V サイン。いざ古川へ。来るか。あ、来た、あった。で、よさげいいよ。あ、何、何、あ、下、支度中じゃん。渡良瀬渓谷鉄道聞き込み旅、下新田駅で下車した2人はおすすめのうどん屋さんへ。あ、出た、来るか。あ、来た、あった。で、よさげいいよ。あ、何、あ、下、支度中じゃん。やってない。残念。古川は桐生名物ひもかわうどんのお店、まだ開店前でした。11時半の次、うわ、1時までないから、それ飲んないとですよね。どうします？松行く。まだだってそんなにね、お腹まだできますもんね。お父さんが教えてくれた相生の松を目指すことに。聞いてみます。相生の松って踏切ありますから、はい、そこずっと行く。踏切はどっちが、踏切渡るんですか？渡っていく、うん、向こう側に。そう、わかりました。ずっと行くとね、はい、あります。あ、ありがとうございます。お母さん今散歩ですか？そう。いい天気でよかったですよね。ねえ、散歩日和、はい、ありがとうございま す。あれ、あ、線路だ。踏み切りあった、うん、あれを渡るんだ。ん、なんでこっち向いてんだ、線路。え、みんな分かってます？線路は見つけたものの、だんだん方向感覚がなくなってきました。あ、ほら、え、カーブしてきてんだ、カーブ。なるほど。え、じゃあこれ渡らせ、だからやっぱり線路はこっち。そうそうそう、渡らせたい、ここ。あれ、松どこだろう？ていうか、だんだん俺の方が不安になってきてんだけど。もう一回聞いてみます？松どこにある、うん、すみません。あの、あいおいの松ってここにあって、ここにあって、あっち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 、あの山の向こう、坂上がって、向こうからってもう松が見えるから、ね、うん、ああ、そうですか、うん、ありがとうございます。行ってみます。どうも、すみません。どっかで見ましたよね。ね、少し歩くと、あれ、あった、あった、2本あるんです、ね、2つに分かれて、うん、大きい。こんな形の初めて見た。すごい、すごいね。あ、そこ線路だ。つながってます。まず松見よ、松見よ。まず松見よ。江戸時代にはすでにあったというこちらの松は、相生という地名の由来にもなっています。
一つの根から海辺に生える黒松と山に生える赤松が伸びていて大変珍しいのだそう。台風や落雷に負けず生き続けるこの木は長寿や縁結びの象徴として地元の人々に大切にされています。一個の皮がすごいサイズ、うん、すげえ。でもね、落雷があって、はい、台風があってこうやってまだ頑張ってるっていうのはね、我々もそうなの。いろんなことあるけど人生で頑張んなきゃって意味なんですよ、はい、翻訳は頑張ったら乗り越えられるんですね。そうだよ、私翻訳なんです。エルナさん厄除け祈願、名称一つ目は町のシンボル相生の松。来た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 、あれ違う、あれ違う、あれ JR だもん。左にもあるし右にもあるから、で向こうにもあるから、相生、ね、駅の方向聞きましょう、うん、こんにちは。こんにちは、すいません、ちょっと伺いたいことあるんですけどいいですか。あの相生駅まで歩いていきたいんですが、これは渡良瀬渓谷鉄道なんですか。これが、そうです。あっちは JR、 東武線。東武線、やっぱ違うんだ。違うんだよ。危ない。あ、大丈夫で、お母さん向こう走ってるのは JR なんですか。そこ向こう、そうです、向こう JR。 実はここ3つの路線がすぐ近くを走る密集地帯。あの踏切のところ一回降りるとすぐ右に、あ、左に入っとくんですよ、はいはい、それをまっすぐ行っちゃえば行けるんですね。あ、歩いて行ける距離ですよね。歩いて行きます、はい、10分ぐらい。あ、よかった、あ、行ける行ける、間に合う、間に合う、ギリギリ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、すいません。みんな親切だね。ねえ、うん。東武線が来たよ、ほら。土手の上を走るのは東武線。そして。来た。これ上りか。これ上り。並行して土手の下を走るのが渡良瀬渓谷鉄道。ああ、着いた。ほら、意外に近いでしょ。無事相生駅に到着。次はどちらへ？じゃあ大ままはでも降りてみます。大ままはやっぱり降りなきゃダメということで、菊の名所があるという大まま駅を目指します。来た来た、すごい古い車両ですよね。山なってきたでしょ、うん、いやいや、まだ山というほどではありませんが、沿線は自然が豊かに。緑のトンネルを抜けると大ままの町が見えてきました。ありがとうございました。よいしょ、大きい駅ですね。あ、大人気。で、次が1時28分、うん、なんか雰囲気あるね。観光案内所とかあるから大きいとこなんですね。ここでもいろいろ聞き込みしましょう。なんか私今日、こんにちは。あ、こんにちは。木工所ですって。ねえ、お話聞いていいですか。家具屋さん。家具屋さんっていうか、はい、建具、建具、建具、すごいですね。渡良瀬渓谷鉄道の駅の近くの名所を登録しようっていう風にして探してるんですけど、はい、なんて、なんてどこかおすすめのスポットとか。あ、おすすめのスポットってあります。これは菊人形で有名な菊の眺めがそこを下ったところにあって、先ほどもおすすめされましたね。眺めの入り口と反対側に
神社があるんですけど、はい、この辺だと有名なのはそこですかね。じゃあそっち方面は今そういう感じですよね、はいはい、あっちとかなんかあるんですか。こっち側の通りをそこを右に入ってもらうと、はい、左側に豊田っていうちょっとした豊田、はい、和食っていうかちょっとした料理を出すランチがまあ結構好評らしいんですけど、そこがあるのと、うん、それがちょっと通りを行ってもらって表側の通りにぶつかるところの角にB 級グルメグランプリでグランプリを取った山本うどん屋さんというカレーうどんがちょっと有名なところがあって、カレーうどん、はい、山本屋、山本屋、はい、上から読んでもねそれ山本山ですありがとうございます、はい、ありがとうございます。すいません、どうもバイバイ。どうもかわいい。いや結構聞けたね。ねえ、じゃあまずその菊人形、うん、右行って聞き込み情報は4つ。まずは菊の名所から。いつからこれ秋来たらいいよね。そうですね、その辺も全部紅葉してんのかな、うん、あ、これもするんじゃないですか。赤くなりそう。ちょっとタイミング早かった。そういうタレントなんですしょうがないです、ね、しょうがないです、しょうがないです。だから我々もっと頑張りましょう。はい、季節の時に来れるようなタレントにならなきゃダメなんですあそこ神社あんじゃん。あ、すごい、ここ後で来よう。すごい立派ですね。こちらもおすすめの一つ。でもその前に、あ、そこだ、入り口、眺め公園、もうすごくないですか。さあ菊はどこでしょう。あれ、もうこれが菊じゃないですか。それあれ、え、嘘。渡良瀬渓谷鉄道聞き込み旅、大間々駅で下車した2人は菊の名所眺め公園へ。ところが、え、まだ咲いてない、もしかして。なんかそこだって菊だけどつぼみだよ。え、わ、いっぱいいっぱいある。すげえ、けど全然咲いてない。すげえ、あれ、え、多分テレビで見たことある菊祭りってここにいっぱい菊がバーって並ぶんですよ。でここに多分菊人形があるはず。こちらで毎年開かれる菊の花の祭典は北関東最大級。咲いてたらすごかったのにな。全然咲いてないや。ということで残念、登録ならず。じゃあちょっと神社行ってみます。そう、さあ気を取り直しておすすめの神社に向かいましょう。こんなになるんだって、秋。わあ、紅葉して、うん、秋に来たかった。いや、頑張る。だからそういうタレントになろうよ俺ら。そうですね、そこまた行ってます。パリッパリッパー。七五三やってる、七五三。ああ、お邪魔します、はい、かっこいい。何歳？5歳。かっこいいね。七五三ね、ちょっと早いんですけど、うん、やったのね。かっこいいの来てるね。見て、野球選手。残念ながらジャイアンツファンじゃないんです。いえ、いいですね。どこのファン？何歳だっけ？野球どこのファン？どこだっけ？秘密なの？バイバイ。バイバイ。あ、おみくじあるよ。お参りした後引きます、うん、南北朝時代創建の大間々神明宮は地元の鎮守様。社殿は伊勢神宮と同じ神明造り。さて、おみくじはどうでしょう。小吉です。吉ですね、中途半端ですね。俺頑張んなきゃいけないんだよ。いやいや、こんな立派な神社に来られてラッキーですよ。名所登録2つ目は大間々神明宮。じゃあご飯ですね。ちょうど1時間前。あ、まだ余裕。いや、余裕じゃないのよ。注文してから出てくるのが遅い可能性もあるから。そっか。時間係の元木さん、さすがです。すごいじゃん。豊
田さんっていう和食屋さん。おすすめされたのは豊田さん。あ、看板見つけた。豊田さん。はい。あ、本当だ。お客さんがいたらね。なんか老舗っぽいから、うん、すごい車。じゃあちょっと聞いてきます。こんにちは。すいません、あの今私たちあれ満席ですか。今貼られました。大人気だからだ。あの今は満席で席がないんですけど、はい、まあ、どっか行ってまた席が空いたらそちら入ってもらう。何時ぐらいになりますかね。1時半の電車に乗らないといけなくて。じゃあちょっと無理かな。ああ、そうですか、わかりました。すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すいません、滑り込みアウトでしたね。うどん屋さん行きますか。残るはカレーうどんの山本屋さん。あ、山本屋さん行きますか。行ってみましょう。取材交渉しないと、まず、はい、ラッキー、めっちゃジャイアンツの色紙飾ってる。すいません、あの今 BS ジャパンのローカル線気まぐれ下車の旅っていう番組の結果はもちろん取材 OK。すごい匂いだね。カレーうどん以外で何が有名なんですか。ここはおすすめは鴨が、はい、そろそろ出てきます。はい、じゃあ、はい、鴨南元木さんは鴨南うどんと普通のカレーうどん、はい、すすの名物の、はい、ありがとうございます、はいはい、おすすめので。わかんない。あ、松井さんですか。そう55、うん、隣が清原さんでしょ、で清水でしょ、斉藤さんでしょ、木田さん、ガルベス、ガルベス。実はこちらの山本屋さん、先代がジャイアンツで活躍した中畑清さんと親しかったため、たくさんの選手のサインが飾ってあるんです。あ、来た。はい、できました。うまそう。カモが大きい。お先にいただきます。おいしい。いや、これうまい。うどんもなんか違う、太いよ。なんて言うんだろう、分厚い、分厚い、なんか本当に。うわ、これが B 級グルメ。こちらが噂のカレーうどん。秘伝のレシピは創業当時から変わっていないそうです。いただきます。そんなに辛くなくて、うん、まろやかで、このとろみが美味しい。とろっとろだもんね。うん、うん、美味しい。違うでしょ、なんか普通のおうどんと、うん、すごいしっかりお腹いっぱいになりそうですね、うん、これはみんな好きです。グランプリ分かります、ね、分かる、うん。名所登録3つ目は地元で長く愛されるカレーうどんの山本屋。美味しかった。ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました。お邪魔しました。すいません、お邪魔しました。どうも。え、ニカスさん最高な関係で、すいません、本当に申し訳ないです。来年頑張ります。みんなが元木さんジャイアンツの結果をやめても結構言われんのよ。頑張ってよみたいなこと言われるんですか。まだそれだったらいいんだけどさ、何やってんだよって言われる時あったいや俺じゃねえしみたいな。実際今は関わってない。ここで時間係の元木さん、気になることが。宿はね3時だから。え、なぜならばチェックインチェックアウトほとんど3時だから。じゃあ次キャンセルも3時に入るんです。次の駅からもう宿の情報を聞いてみます。そうだな、うん、宿探ししながらの。そうですね、うん、次の駅が上新梅かな。上に神様の神に梅、網と梅でなんかちょっとあるんじゃないですか。名前の響きからお隣の駅を目指します。ちなみに正しくは上神梅駅。あ、これか。もう来てた。あ、またまた。あれ再開
よく乗ってますね。じゃあお願いします、はい。じゃあ向こうの先頭行きますか。じゃあ、あ、どうぞ。ありがとうございます。開いてんだね。ねえ、かっこいい。出た。かっこいい。かっこいい。すごいギリギリですよ。ギリギリまでしかない。こんなところ俺こんな真ん中でずっと立ってんのないよね、普通。運転してる気持ちになっちゃう。列車は趣ある山里をゆっくりと走ります。周りも木でできてますよ、駅が。じゃなくて何人がいないんじゃねえの、って一回降りる。でも綺麗だから降りましょう。綺麗綺麗、すごい。ほら、これなんて花。これサルビア。サルビア。ありがとうございます。お姉さん、バイバイ。プってやってくれた。駅舎も取っとこう。すごくないですかこれ、うん、いつからあるんだろう。こちら上神梅駅は大正元年に建てられた木造駅舎。国の登録有形文化財です。すごい木。今1時40分ぐらいなんで次34分しかない。34分34分までゆっくり探しましょうよ。違うのよ。あのさ、はい、いやもう、どうしました。花の撮影の回じゃないからさ。どうしました。人がいないし山しかないんですよ。あ、もうすぐどっち側も山ですね。だから大変なことになるぞっていう話なの。いや、ここはうん自然あふれる絶景ポイントを私は探したいと思って、ぜひともここで降りたいと思いました。どこ行きましょうかね。だからだよ。だから俺は飛ばそうとしたんだよ。渡良瀬渓谷鉄道聞き込み旅。上神梅駅で下車した2人は聞き込み開始。こんにちは。すいません、この近くで何かおすすめの場所ってありませんかね。ないですか。そこの人がね、結構いろんな人。ここの人ちょうど前の人。地元のことに詳しいご近所さんを紹介してくれました。あのガイドブックに載ってないような地元の方おすすめの場所に行きたいんですけど、何かこの近くでおすすめスポットとか。角地蔵っていう、あの角地蔵、ええ、ありますけれども。お地蔵さんですか。お地蔵さんが石でこにできてて、はい、うん、本当にあの四角張ってるね。角張ってるんだ。え、もう珍しいね、それ。丸いですもんね、普通。そうそうそう、珍しい、ね、ええ、有名な。と開けてもらわないと、そのお地蔵さんは見れない。見れないんですけれども、もし開けてもらわないと見れない。そうです。特別に行かれるんでしたら、あの知り合いのところへお電話しますけれども。ああ、そうですか、はい。今日突然でもお電話したら見せてもらえ、大丈夫だと思いますよ。あ、そうですか、はい。私送って行ってもいいんですけど。あ、いいんですか。え、大丈夫です。本当ですか。じゃあちょっとお願いします、うん、そう、じゃあうち行ってね、はい、ありがとうございます。すいません、じゃあお邪魔します。お願いします。連絡を取っていただき、お地蔵さんも見られるようです。何から何まですみません。さあ目指すは角地蔵。緊張してます。いえ、申し訳ないです。ありがとうございます。
お、急なとこ行きますね。そうですね。よかった、乗せていただけて。結構な急車、ね、そこなんですよ。あ、もう着きました、来てくれて、あ、来てくれてる。わざわざすみません、そういうこと聞いてくれるから。はい、どうぞ、はい、ありがとうございます。すいません、わざわざ開けていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。どういう撮影なんですか。この辺の名称ということでお母さんに伺ったら、ぜひこれがおすすめだっていうことで、各地蔵を見ていってくださいっていうことだったんで、ちょっと見てくださいよ。うわ、各地蔵ってそういうこと、すごい真四角ですね。真四角だ。お邪魔します、失礼します。あー、すごい。うわ、このお地蔵さんはどういうお地蔵さんなんですか。話すと長い話なんですけどね。まあ時間大丈夫なんですか。あんまりないですけど、でもどういうお地蔵さんかをね、伺いたいんですけど。簡単に言いますとね、1キロぐらい先にね、あのお寺があるんですよ、松陰寺。その28代の永禅という和尚さんがね、ある日そのお勤めのお正月に山の上ですから、こちらの方一帯こう見渡したらね、なんか不思議な雲がたなびいてるって言うんですよ。はい、で、お坊さんが法暦2年の1752年で お勤めでここに赤城山があるでしょ、うん、赤城山に地蔵岳って言うんですよ、はい、地蔵岳の地蔵尊に7日7晩願をかけたんです。その供養が効いて、うん、今までこう黒い雲が漂っていたのがね、スーッと消えちゃったって言うんですよ。その御利益をね、こういったものに表すために作ってほしいという頼んだわけですね、うんうん、ところが頼んだんだけれども、いろんな嫌なことが起こったりね、地蔵様が掘ってる最中に動き出しちゃったりとかね、不思議なことが起きたっていう、まあ、そんなことがあったんですが、みんなその石工職人が逃げ出しちゃったもんですから、うん、このように中途半端になっちゃったわけですね。あ、中途半端ですね、確かに。こちら深沢の覚地蔵は古くから地元の方々に親しまれ、子育てや安産などに御利益があると言われています。この不思議な形のお地蔵様は日本でもここだけとか。名所登録4つ目は不思議な言われの覚地蔵に決定。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございます。いやー、でもすごいね。うん、いや、もっと僕ちっちゃいのかなと思ったんですよ。あ、すごいですよ。すっげー大きい。ありがとうございました。お邪魔しました。帰りも来た道を送ってくださいました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、失礼します。いえ、とんでもないです。すごいです。わかりました。ありがとうございます。失礼します。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。先ほどご近所さんを紹介してくださったお父さんに宿の聞き込み。いい温泉宿とか。できれば温泉とか行きたいんですけど。あのね、よく梨館っていうかあるんですよ。なんか都会の人がよく来る。あの生地料理とか。生地料理。すごいね。すごい。次の駅のね、駅が国道から下がったところにあるんですけど、はい、そこをね、上がって次の駅の近くですか。すいません、ご親切に電話番号を調べてくださいました。書いていただいてわざわざありがとうございます。梨木館、確認してもらって、はい、あのね、マイクロバスで来ますから。あ、来てくれますか。よくここで、あの、だから来て送ってきたりね、迎え来たりもしてますから。じゃあ電話してみます。それは問題ないと思いますよ、ね、助かります。ありがとうございます。はい、じゃあ気をつけて。はい、予約しなきゃ。駅に戻った2人は早速宿に電話。お電話ありがとうございます。梨木館でございます。あ、すいません、あの、はい、ちょっとお聞きしたいんですが。はい、ありがとうございます。本日なんですが、はい、2部屋ほど空いてますでしょうか。はい、そうしましたらご準備させていただきますので。あ、いいです。撮影許可もいただきました。あの、もう一回連絡させていただいて、その時にお迎えに来ていただいても、はい、駅の方まで来ていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、承知いたしました。はい、よろしくお願いします。じゃあ後ほどまたご連絡いたします。はい、はい、宣言通り午後3時に宿を確保。
着いてちょっとまだ時間もったいないじゃん。そうですね、まだ明るいんで、とりあえず今日回っちゃえば明日宿、はい、朝起きてすぐ電車何時の乗って次の方に行けるわけで、宿へ行く前に最寄りの元宿駅周辺で名所を発掘するようです。うわー綺麗。また人いっぱい乗ってんな。あ、こっちだ。また乗ってんな。どうもお邪魔します。大人気、大人気。お邪魔します。巨人の。そうです。元木さん。はい、お父さん何車掌さんですか。めちゃめちゃ。で、何帽子それ。これ、もう昔はこう、ちゃっちゃ帽子です。帽子かぶってさ、なんか発車とかなんか言ってくださいよ。言えないですよこれ。急に恥ずかしくなっちゃった。運転手さん人間じゃないんですか。でも好きなんですか、運転手。列車は渡良瀬川沿いを縫うように進みます。随分山深くなってきました。お父さんまたね。はい、どうも。また、はい、お疲れ様です。行ってきます。恥ずかしがらないで。どうもありがとうございました。お邪魔しました。どうもありがとうございました。あ、涼しい。すごい、もう川沿いで、わあ、急にこう山感強くなりましたよ。あ、お母さんいる。こんにちは。こんにちは。ちょっとお話伺ってもいいですか。あの今あ、ありがとうございます。野球の人だっけ。そう、正解です。元木です。本当来たね。はい、渡良瀬渓谷鉄道をずっと桐生から乗ってきたんですね。何かこの辺にお母さんおすすめのスポットとか絶景ポイントとか。何にもそういう方にあれがなくて、ちょっとあれしとかなくて悪いね。いやだ、この人に会えると思わなかった。いやね、プロ様です。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。再び聞き込みする人探し。こんにちは。この駅の近くに何かおすすめのスポットとか好きな景色とか。すいません、ありがとうございます。行きます。ありがとうございました。すいません。2球連続空振り、諦めきれない2人は。聞いてないから。こんにちは。こんにちは。何かこの辺で見といた方がいいものとか場所とか。すいません。空振り三振。電話しましょうか。電話です。はい。諦めて宿に連絡し迎えに来てもらうことに。ありがとうございます。はい、はい、来た。来た。すいません、ありがとうございます。ここで乗っちゃいますか。2人乗っていきます。はい、明日からちょっと心配だなと思ってんだよね。人いんのかなって。ね、どんどんちょっと山深くなってきましたから、うん、やばいよ。うん、すごい登ってきた。山道をひた走ること7分。着いた。わ、立派。到着。すごい、はい、大きい旅館。ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。急にすいません。どうもお世話になります。お世話になります。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。急に失礼なお電話をいたしまして。明治12年創業の梨技館、10年ほど前に改築した別館に空きがあるということで2人はそちらに。場所は下。え、下まだ。あ、すごい。あ、いいですね、雰囲気が。いいですね、綺麗。ちょっと待ってください、エナヤさん。え、奥にもなんかあるぞ。ここで終わりじゃないの。はい。広い。広い。広い。うわあ。わあ。すげえ。何これ。超ゴージャス。広い。こんな広いところ見たことないですね。ね。なんかもう今もう高校んちだから地理わかんないですもん。部屋の間取りわかんなくなってくる。あれ、また入り口があるぞ。温泉ではなくて山の水槽になっておりまして、あ、え、独り占めの
露天風呂。こちら専用の。え、まだあんの専用って。ビールサーバーが。出た。出た。ビールサーバーついてる。マジで？どんだけビール飲むねん俺。今日はこれ元木さんだけのビールサーバー。これ全部飲んじゃっていいの？あ、はい。召し上がってください。どうする？なんじゃこの部屋。はい、ちなみに冷蔵庫がご用意してありまして、はい、わで冷蔵庫もでかっ家庭用じゃんこれうちの冷蔵庫の倍ありますよ冷蔵庫の飲み物は全て無料になってます。こちらのお部屋は下にハーゲンダッツのアイスも入っておりますアイスまであるすごい、はい、すげえ部屋じゃん。専用の卓球台は表にあります。うわ卓球台もある。え、このじゃあお庭も全部独り占めってことですか。はい、すごい。こちらのお客さんだけのお部屋と卓球台になって。何これ。いや俺一人で卓球できねえし和室だけで3部屋合わせて32畳もあるこちらの客室、6名まで宿泊でき家族連れやグループ客に人気です。本館の客室も広々12畳。元木さん、早速部屋の半露天風呂へ。最高だね。仕事した結果こういうのご褒美があるっていいね。目標10っていうのは最低な数字だと俺は思ってるから、もっと行きたいなっていうのもあるし、うん、なんかとことんこうもう一泊なんかあってさ、ここでもう一泊できるとかだったらさ超張り切っちゃうね俺。あよかった。エレナさんは宿自慢の温泉へ。おー、滝がライトアップされてますよ。あ暗くなってしまいましたが、黄昏時はさらに幻想的な美しさ。茶色いですね、お湯。なんかこう、湯の花みたいなのが浮かんでて、効能が結構ありそう。エレナさん、元木さんとのコンビどうですか？全然性格が多分違うので、お互い補い合っていいパートナーじゃないですかね。癒される。